いやどうもどうもの、テイサとヤマト、ヨシミツオ、ミシミゲンダ。見たことありますね、これ。貴様ら3人には差がある。女心が分からんやつ、分からんやつ、分かるやつ。以上だ。いやいや、僕はブスなに意外と感じ、ずっと感じるのは女心分かるからです。ブスに女心分からんこの二人はな、女心が分からんってことで、今回は女心を歌った歌、西野カナさん。めっちゃ女心なんですよね。さあ女心ですから、はい、男はどうしても性別的にどうしても分かんない部分があると、うん、ってことはですよ、西野カナさんの書く女女しい歌詞は適当な男が書いても男じゃ理解ができないはず。そのおっしゃる通り、誰が書いても一緒なんでって言うとまたちょっと怒られるかもしれないけどまあ確かに我々男が見る分にはわからない。なので今回ですね、女心がわかるりょうさん、妻を持っているしばゆう、そして本家、この3つの歌を聞いてどれが本物か当てていただこうと思う。まあ今回わしが歌うのは絶妙な下手さのおかげで元々の歌詞の良さもちょっと書き消せるということで、ああなるほどなるほど。これを見てる男子は実際に挑戦してほしい、女子は分かって当選です。これはマジキモいんだけど、男子の考える歌詞って意味わかんないって言うってことですか。そう、何これ、絶対これとこれが亮と芝居の歌詞じゃん、マジ女心分かってねーって言ってるしね嫌いな女が西野カナ歌うんだよな。嫌いな女ってカラオケ行く状況ない嫌いなやつがこれほど歌うからな。だからこれ以上喋らせんなこいついきまーすOh baby baby Ooh 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 baby baby Ooh 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 毎日毎日朝起きてお化粧して来る日も来る日も仕事して家に帰る。本当はやりたいこともいっぱいあるのに、メイクも落とさずベッドにダイブ。はいお疲れさん、一週間意外と長い、なんでまだ水曜日、目指せ花の金曜日、パッと弾けたいのスカートしたい気分、もったいないわ楽しまなきゃ、人生一度きりパッとしない日々をかっ飛ばしたい気分、可愛くないわ笑わなくちゃ、たまにはシュッと炭酸みたいに弾けたいの。頑張った自分に乾杯、オーベイベーベイベーみたいなやつですね。なんとなくわかりました。はい、まあまあ芝居ではなかったですね。絶対違いますね。いやいや、わからんよ。わかんないですよ、それは。普通のアーティストを聞く感じ、普通のアーティスト、普通のアーティストな、彼女も。おい、なんだ。じゃあ、2回目いきます。おーイェイ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 、この動きが学校音楽の授業でやるやつ。毎朝毎朝眠い目をこすりながら、あれ満員電車で汗かいて通う仕事、本当は家から一歩も出たくないのに、あなたの笑顔で疲れも吹っ飛ぶ。はいありがとうさん、今週末いよいよ初デート、新しいワンピース着て映画に行くの、パッと咲かせたいの、キラッと光る笑顔もっと見たいの、キスしたいの一度だけ、なんかじゃや、パッと目を覚ましてスキップしたい気分、もう待てないの、我慢できない、今すぐふわっとあの雲みたいに飛んでいきたい、もうちょっとだけ我慢よ私あーでもなんか一番の一番っていうか一曲目と非常になんていうの、作りが似てたんで、ね、参考にしてちょっと作ってきた感じは。そう、なんかサビの組み立て方が言葉単純にはめただけっぽかったんで、あーこっちが今の方が、今の方が、もう欲しがったら僕ちょっと説得しますけど一つずつ本当に考えた発言違ったら二人でアルバムをね、いや僕は聞きたくないんだよな聞きたくないって言ってダメだ、ちょっとやばい、ほんとダメだって。こういうの好きな女の人になんか言われるとイラッとしちゃうから、ほんと無理ただ今のが、まあ、本人と量どっちかっていう判断を下すのはまだ早いんじゃないかなと思います。早いですね。ちゃんと真面目に作ってきたのかな、じゃあ彼も。まあまあ後にも僕にも聞きましょう。はい、はい、一旦3曲目を、ほんとフラットなね、耳と目で見てほしいですね。
足は。私は最近どうって聞かれてもパッとしない、いい感じのメイクしてもシュンとしちゃう、サンルーフから見た景色はほらキラキラなのに、なんで私はこんなにヌルヌル、もっと弾けたい、あの人は明るい子が好きかな、気になって寝れない、可愛くならなきゃ、パッパチョロチョロピーシャー、すこすこに楽しいわ、今しかないのレテテフテフは、あなたの先生したいわ、フンフフフフフフフ、ゆうぎゅうてな恋をしてラーコステーターはゴパセコダガマが勇気出してイーサーパッと刺身を食う。あんだって、よっ、あんだって、あんだって、そして、あんだって、私、頑張るわけない、私はもっとずっとギュッとパッと走りたいの、君の誰、生苦しい、君の誰、私、誰も君を、まあ、集めた君の髪の毛、髪で続いて、俺がおる。いやもう気持ちよくやらせていただきましたね。そうですね、いやもう大好きやな、しばやきさんの歌詞は天才ですね。いや早いからな、わかんない、ちょうど路線変更したかもしれないしね。そう、いやもう1曲目と2曲目をもう忘れたっていう、それはありますね、忘れましたね、その作戦ではあったかもしれないですね。でも1曲目の方が多かったんじゃないですか。だからありがとうさんって言うと言わなくない、乙女の歌詞で。お疲れさんも言わなくない。お疲れさんでも男の子をねぎらってる感もあるかもしれないし、もしかしたらありがとうさんも一緒じゃない？ここ今乙女心分かるかどうか瀬戸際ですよこれ。まあ1曲目でいいんじゃないですかね。僕もいいと思います。じゃあ正解の方歌いましょうか。はい。本当はやりたいこともいっぱいあるのに、メイクも落とさずベッドにダイブ、はい、お疲れさん。おー、あー、いいよ、はい、正解。さすがにですよ。いやー、まさかね、リョウの考えたあの絶妙な歌詞を見破るとは。正解したから言うわけじゃないんですけど、わかります。女の子が好きそうな表現多かったじゃないですか。うん、なんか、ああ、でも、あ、これ言っちゃうかんな。いや、パッと弾けちゃって。リョウの歌詞見たときに、やりすぎたなと。こんなに要素詰め込んでないぞと。もうちょっとスカスカだぞと。確かにそうですね。だって朝起きて化粧して出かけしてメイクして家に帰るって、ね、日記やん。そう、りょうはね、ちょっと文章になってしまったんですね。あーやべえ、なんかやべえな、やめようか、やばい、やめよう。やばい、分からん、もう。違う、本当になんかもうそれだけは言っていただきたい。別にバカにしてるわけではない。そう、それなんだよね、本当に違う。でも普通にやっぱ西野カナさんの独特のね、ああいうね、そうそうそう、さっきの喋りとか日記っぽい、トリセツとかもそうじゃん。もし比べるとそういうのじゃないですか。そう、うん、差があるよっていう話ね。そう、ちょっと違うよって話、優劣じゃなくてね。そう、何これ、気使うなこの動画。で、僕は楽しかったよ。いや楽しかったよ。僕は楽しかったんで。いや、多方面に気使う動画は嫌いだ。わかる、やめよう。気使うね、多方面に気使う。なんかね、こっちがその気じゃなくても気使っちゃう、うん、ちょっとやっぱあるよね、やっぱり。もうあるあるある、最後のやつ分かった、もう誰にどう思われてもいいや。あるあばよ。